現地時間6月24日、国際バレーボール連盟 FIVB が主催する男子のネーションズリーグ VNL 予選ラウンド第2週でプール4の第4戦がフランスオルレアンで行われた。唯一全勝で首位を走る日本代表は東京五輪銅メダルのアルゼンチン代表をセットカウント3対2で下し開幕8連勝を飾った。動画無傷の8連勝 日本 VS アルゼンチン試合ハイライトまず、第1セットは宮浦健人が8得点を挙げて25-18で選手。第2セットは石川勇希、高橋愛の主軸が躍動し、25-22で連取した。だが、ここからアルゼンチンが反撃を開始、第3セット、第4セットは競り合った末に31-33、22-25で落としたが、 第5セットはキャプテンの石川が攻守でチームを盛り立て、15-12で奪った。試合終了後、対戦国のアルゼンチンメディアの、ィアリオ,オーレ、は、竜人日本を、これまで唯一全勝している無敵のチーム、とレポート。その中でも、とりわけ敬意を払ったのは誰か。それはオポジットの宮浦健斗だ。記事では、世界のレジェンドの名前を並べた上で、 背番号4をこうたたえている。ニアウラはバレーボール選手の中では身長190センチと特別大きいわけではないがマイケル・ジョーダンのような驚異的なジャンプ力を持っている。そして彼にはガブリエル・バティストゥータの足のような素晴らしい左腕がある。なお、この日の試合でニアウラは28得点、アタック27、ブロック1、をマーク。 初スタメンを飾ったブラジル戦の24得点に続き、チームの勝利に大きく貢献してみせた。ネーションズリーグの第3週は、フィリピンパセイシティに舞台を移し、7月4日の中国戦を皮切りに4試合を戦う。日本だけでなく世界をも虜にする24歳は、どのようなパフォーマンスで見せて、